東京都立小児総合医療センターは、東京都府中市にある医療機関、東京都が運営する病院である。旧東京都立清瀬小児病院、東京都立八王子小児病院及び、東京都立梅ヶ丘病院を統合し、東京都立多摩総合医療センターと同じ建物に設置された。多摩総合医療センターと一体として、災害拠点病院、総合週産期星医療センター、 小児救命救急センターの指定を受ける。新病院発足前の各病院の遠隔については、それぞれの病院の項目を参照のこと。清瀬小児病院、梅ヶ丘病院に設置されていた院内学級はそれぞれ病院の統合に合わせて、府中に移転し、2010年4月から東京都立久留米特別支援学校府中分、教室に組織変更した。 体の専門診療部に入院中の児童、生徒を対象とする若葉教室と心の専門診療部に入院中の児童、生徒を対象とする日黙り教室がある。2012年度からは隣接する都立武蔵大学園の分教室となった。なお、その後久留米特別支援学校は都立工業特別支援学校と統合の上都立工業学園となっている。 ありがとうございます。